3月に挿し木をして2ヶ月弱経ちました。その後のですね様子を見てみたいと思います。はい、こちらの畝にですね、6本の挿し木をしました。はい、これを見てみたいと思います。はい、ここにラベルがあります。3月の23日になってますね。2ヶ月まで経ってないかと思います。はい、この1本目、まだ枯れてないですけれど、芽はちょっと出てきてないみたいですね。はい、触ってみるとねちょっとしっかりしてますので根は出ている可能性があるかもしれません。はい、こちらもですね、はい、結構しっかりしてますので根が張ってるのかもしれませんね。はい、この3本目ですね、これもね、はい、しっかりしています。もう枯れてるとねもうグラグラしてね取れちゃうんですけれど、これは大丈夫かと思います。そして4本目ですね、はい、これは枯れちゃってます。はい、もうダメですね。そして5本目ですね、これも枯れてます。はい、これもダメでした。そして6本目ですけれど、これはしっかりしてるそうですけど、あ、ちょっとグラグラしてますね。はい、抜けてしまいました。根が出てません。はい、こちらの畝に挿し木した6本のうち3本はですね、なんとか残っているような感じです。それでは、ポットの方に挿し木をしたものの状態を見てみたいと思います。はい、これはですね、これが新しい芽ですね。新しい芽が出てきているので大丈夫かと思います。そこの方を見てみましょう。はい、あ、芽が出てますね。はい、しっかり芽が出てます。こちらの方はどうでしょうかね。あ、こちらもですね少し芽が出てきてますね。白い芽が出てます。はい、これも大丈夫そうです。そしてこれは、あ、これはだいぶしっかり根が出てますね。はい、これも大丈夫ですね。はい、そしてこれはどうでしょうか。これはちょっとまだ根はしっかり確認できてませんね。はい、これはどうでしょうか。はい、これもしっかり根が出てます。はい、なんとか大丈夫です。これはどうでしょうか。はい、あ、これも細いのが 2,3 本出てますね。はい、これも大丈夫だと思います。そしてこちらはですね培養土に挿し木した方ですね。こちらはちょっと根が出てませんね。はい、こちらも、はい、こちらも根が出てません。これも出てませんね。これはどうでしょうか。ちょっと根ではないみたいですね。はい、こちらの培養土に挿し木した方は根が出てないんですけれど、どうでしょう、ちょっと一つ取ってみたいと思います。どうでしょうかね。あ、根は出てませんね。はい、茎はしっかりしてるんですけど根の方は出てないみたいです。あ、でもここちょっとね芽が出てましたね。はい、まあ、これはちょっと取ってしまったのでこれはボツということにしたいと思います。はい。
挿し木をして2ヶ月弱経った状態ですけれど、こちらのですね、鹿沼土に挿し木をしたものはですね、ほとんど発根が確認できました。一応挿し木はですね、この鹿沼土のものについてはですね、成功したかなと思います。そしてこちらの培養土に挿し木した方、先ほど1本抜いてみましたけれど、根は出てないんですけれど、まだこの残りの5本はですね、茎がしっかりしてますので、もう少し様子を見てみたいと思います。この根が出てる6本についてはですね、すぐに、畑の方にですね、定植をしてみたいと思います。ただですね、今はお昼頃で日が照ってますので、夕方頃にですね、この6本畝を作って植えていきたいと思います。畑の畝の方に、全部6本植え終えました。はい、これでですね、しっかり芽がついてですね、芽が出てきてくれればと思っています。挿し木をして4ヶ月余り経ちました。冬越しをしたこちらの親株の方はですね、相変わらず元気です。挿し木をした方ですけれど、はい、こちらの畝にですね、6本挿し木をしたんですけれど、5月の時点でですね、3本は枯れてしまっていました。そして、今現在ですけれど、残りの3本もですね、枯れてしまいました。これがですね、枯れた1本目の挿し法です。そしてこちらが2本目です。もう色がですね、黒くなってしまっています。もう1本あったんですけれど、こちらの方はですね、跡形もなくなっています。そしてですね、培養土に挿し木した方も残念ながらですね、全部枯れてしまいました。残り6本、鹿沼土に挿し木をした方ですけれど、5月の時点でですね、根が出ているのが見えましたので、こちらの畝に植えておきました。植えたんですけどね、なかなか新芽が出てこなくてですね、しばらくちょっと放置しておいたんですけれど、2、3日前にですね、見ましたところ、新芽が出てましてね、やったという感じですね。はい、これが1つ目です。はい、下のですね、根の方からですね、葉が出てきてます。はい、まだ小さいですけれどね、はい、しっかり出てきてると思います。そして2つ目がこちらです。はい、こちらもですね、まだちょっと顔を出したばっかりですけれど、一応しっかり葉が出ています。そしてこちらはですね、だいぶ大きくなってますね。10センチほどなっています。はい、これはもう大丈夫かと思います。残り3本あるんですけれど、こちらの方はですね、もう枯れて、しまっています。これはダメかと思います。そしてこちらの2本、まだですね、そんなに黒くなってませんので、まだこれから芽が出てくる可能性があります。もう少し見てみようかと思います。今回初めて、茎ブロッコリーの挿し木に挑戦をしました。なんとかですね、3本新芽が出てきてくれました。これについてはですね、これから順調に育ってくれると思います。やはり挿し木のですね、成功率がちょっと低いので、挿し木をする場合はですね、たくさん挿し木をした方がいいかと思います。そしてですね、やはり挿し木をする場合は挿し木用のですね、用土を使った方がいいですね。はい、今回成功したのは全部鹿沼土に挿し木をしたものです。
畝に直接挿し木をしたものや培養土に挿し木をしたものはですね、残念ながら全滅してしまいました。残りまだ2本、芽が出てきてませんけれど、これはですねもう少し様子を見てみたいと思います。新芽が出てきてくれればと思っています。